ナイラは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区、ホーフ郡に属し、ホーフ市の北約18キロメートル、バイエルン州最北部のフランケンバルトの中に一致している。ナイラは、1454年に都市圏を得て、1972年までは、ナイラ郡の郡庁所在地であった。1993年中級中心都市に指定されている。 ナイラを流れるゼルビッツ川ナイラは、フランケンバルト東部のゼルビッツ川沿いに位置している。ナイラ駅の標高は、海抜501メートル。最も高い場所はデプラベルクエの登山路沿いのデプラシュテッケン付近で710メートル。最も低い場所は、ヘレンタールの入り口にあたるゼルビッツ川付近で488メートルである。ナイラ市は、公式は37の地区からなる。このうち、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。これらは6つの地区に分類される。ナイラ地区自身のほか南西にクルミッツ、リッペルツグリュン、マーレスロイと北のゼルビッツ渓谷にはマルクスグリュンとヘレの各地区がある。ナイラの自然体の面積37.05平方キロメートルのうち19.22平方キロメートルが農業の工作地。 1.69平方キロメートルが公共の交通用地13.7平方キロメートルが森林0.22平方キロメートルが水域0.1平方キロメートルが公園緑地で0.065平方キロメートルが未開墾の工業用地である。内ラ周辺地域に最初に住み着いたのは確実に証明されてはいないもののケルト人であったと推測されている。 根拠はその地名にあり、ケムルスとかマルエスロイトといった地名が、ケルト起源の言葉だと思われることにある。ナイラ中心部付近から発見された陶片は付着した、木炭の放射性炭素年代測定法により、起源600年から900年頃のものと推定された。さらに、鉄の交際が発見されており、ゲルマン民族が入植する以前からここの人々が、鉄を生産し、 生活を築いていたことが示された。紀元850年から1000年頃には、やはり地名の語源から、スラブ人が住んだと思われるが、その期間は短かったと思われる。最初に、ゲルマン民族がこの地方に入植したのは、1000年頃のことと推定される。貴族一門の内楽けが、どのような経緯で築かれたのかは定かでない。初めて記録に残っているグリュンの領主、 ラデッカーとその先祖については分かっていない。ナイラで最初に開かれたのはドライグリュンバッハ川沿いのクルミッツ川との合流点付近であった。そして1200年から1300年頃に第二の大きな入植の波があり、多くの小さな集落が生まれ、集落間のネットワークが生まれた。ナイラは文献上1343年のバイデの大観の 記録に初めて登場する。これによれば1333年からナイラはバンベルク大司教と別の貴族一門との間で領有について紛争があったようだ。しかし、この記録にはナイラという名では記されておらず、ドーフズニ府ーリンズと記されている。ドー府と記されていることから1343年の段階でかなりの数の人口があったと思われる。 1398年には、フロシュグリュンが初めて文献に現れるが、この中でナイラは、ドラフツームヌーレインと記されている。1454年、ナイラは、ブランデンブルククルムバッハ編教博予判4世によって、都市圏を授けられた。この時、現在の紋章が作られた。野人は、歴史家によれば、工業の象徴であるという。黒と銀は、 王園ツォレルン家のシンボルである。1819年に黒からバイエルンを象徴する、青に変更されたが、20世紀の初めに元に戻された。1471年に、ナイラに鉱山管理所が設けられたという記録がある。工業生産についてはそれ以前から記述があり、1471年は、それが産業として運営開始されたことを確実に証明できる年という、 ことになる。これ以後、ナイラの産業は農業主体から工業主体へとシフトしていく。同じ年の10月5日にはバンベルク市教ゲオルクからビルヘルムフォンビルデン主体に領主権が移譲された。15世紀には工業や金業が最盛期を迎える。様々な行動が開発され、銅工、鉄鋼は18世紀になって掘り尽くされた。 1632年から1634年にかけてナイラは30年戦争の戦場となり何度も攻撃を受け焼き払われた。この損害から経済的復興に向けて鉱山整備を行うための鉱山監督局が1683年に創設された。1716年には142件の家と八つの角太が記録されている。1740年代には ナイラは再び工業生産のピークを迎えた。1765年にゼルビッツ川に大理石の橋が架けられるなど裕福な経済状況が伺われる。かつての裁判所の建物。現在は警察官査局が使っている。1792年、ナイラはプロイセン王国領となったが、これは短期間で終わった。1810年からはバイエルン王国に属し、 二年後には、地方裁判所が設けられた。1818 18年に、市長、第三回級資産次会、自治委員会が組織された。1825年に裁判所の建設は完成し、1848年になると、郵便窓口が設けられた。こうした一方で、1859年、内裸の鉱山は、閉鎖の命令を受けた。こうした発展に向けての動きは、 1862年8月3日に起きた町の大半を焼き尽くした大火災により止まる。マルクスグリュン駅しかし、1871年にはすでに現在の福音派協会が落成し、1881年に新しい墓地が整備された。そして、この頃、繊維産業と靴生産が開始された。1887年6月1日、 豊富マルクス・グリューン・間の鉄道路線が開通した。1897年には新聞が発刊され、翌1898年には電話局も創業を開始した。1887年の鉄道開通はナイラの工業化に大いに拍車をかけた。繊維産業や靴製造を中心とした中小企業が大いに交流した。20世紀への変わり目の時代に、 ナイラ周辺の鉄道網は拡充された。1898年には、豊富からバーとしてベンまで鉄道が延長され、1901年になるとさらにヘレンタール鉄道を経由して、チューリンゲンまで鉄道がつながった。1910年にはナイラからシュバルツェンバッハ、アムバルトへ向かう分岐路線も開通した。また、1909年には発電所が完成。 20世紀に入って、ナイラの社会資本は、飛躍的に整備された。第一次世界大戦でナイラは130人の死者、行方不明者を出した。その後、1920年に、フロシュグリューンが合併され、地域が拡張された。アドルフ・ヒトラーのエネスギオッピーが権力を獲得した1930年の帝国議会選挙でのナイラにおける投票結果は、右表の通り、 第二次世界大戦ではアイラは200人の死者とほぼ同数の行方不明者を出した。1945年4月14日、アメリカ軍戦車部隊がリヒテンベルク通りから進行し、戦闘を経ることなく街を占領した。この後、ナイラは一時期アメリカ軍の駐屯地となった。フロシュグリン地区東西ドイツ国境が引かれ、チューリンゲーへの重要な交易路が遮断されたが、 ナイラの経済は特に工業部門において急速な回復を見せた。終戦の2年後にはすでに繊維機械製造業のリーベが創業を開始し、繊維業のエンジニアを養成する職業訓練所としても高い評価を得た。1966年に東西国境付近の領空監視を行う連邦空軍の施設が設けられた。また、 アメリカ軍と共同で、デューリンゲンバルトカゼルネという国境警備隊が組織された。この年には、ゼルビッツ川の改修も行われ、また市内のクルミッツ川やドライグリュンバッハ川の護岸工事も行われた。ドライグリュンバッハグルントの屋外プールは1969年に完成し、その1年後には、ギムナジウムの新しい建物も出来上がった。この頃に実施されたバイエルン州の 自治体再編によって、ナイラ軍は、豊富軍に合併された。ナイラの街並み1989年11月9日のドイツ民主共和国の国境開放後は、駐輪源からの買い物客のための小売業が発展した。10年間の公共を満喫した後、1890年代のナイラの経済は下り坂に転じる。1991年にパンダ聖火が創業を、 停止、1992年には、テューリンゲンバルトカゼルネと、連邦空軍の領空間施設が廃止された。1994年には、ゴフ、バートステイベン間の貨物輸送、及びシュバルツェンバフハームバルトへの支線が廃止となり、ナイラの操車場も閉鎖された。1996年に、私立図書館、 1998年にスケートパークがオープンするが、1999年には、繊維企業のシーセーフルトが経営破綻し、テックスルワークナイラ GMBH が事業を引き継いだ。氏名の由来については、多くの学者が研究したにもかかわらず、今日もなおわかっていない。古い村の名前としてのナイラには、多くのバリエーションが存在する。これらのバリエーションについて、 意味を説明するための仮説がたくさん立てられている。基本形である、ナイラを古代ドイツ語に由来するものと仮定しても、その意味付けについて、以下の諸説がある。この他に、スラブ語由来とする説もあり、以下のような解釈が提示されている。ナイラの市議会は20議席からなる。1945年以降の歴代第一市長は、以下の通りナイラは、かつては、繊維の町であったが、 現在ではわずかに残っているに過ぎない。現在、この町の経済を支える柱は、特に再統一後に盛んになった小売業と運輸業で、ある。これに続く経済の中心は、オーバーフランケン地方は、どの町もそうなのだが、ビール作りで、この町には3つのビール醸造所がある。ナイラは、不景気な高地フランケン地方にあって、数少ない例外である。衰退する。 繊維産業への需要を、運輸業、サービス業、小売業、機械製造業やプラスチック加工業がカバーしている。ナイラの大手企業を列挙する。現在の地域にあたる地域の人口水位は、以下の通りナイラを知らせる標識ナイラは、連邦道9号線の近くに位置している。ナイラの南を連邦道173号が、通っており、東の豊富と西のクローナ派を結んでいる。 この他に、修道や軍道が、ナイラと、北のバート指定弁、北東のベルク、南東のデルビッツとを結んでいる。ナイラ駅鉄道、豊富、バート指定弁線が、ナイラを通っている。1945年まで、この鉄道は、ヘレンタール鉄道を経由して、チューリンゲンのザールフェルトやトリプティスへ繋がっていた。ナイラの北約1 2トルの地点に国境が引かれ、 ヘレンタール鉄道は遮断されてしまった。チューリンゲンへの鉄道路線は、現在も閉鎖されたままである。この他に、ナイラを起点にしたローカル鉄道ナイラシュバルツェンバッハ、アムバルト線が付設されたが、これも同じく廃線となった。ナイラ博物館毎年、ルーデルバッハタールのウッドランドオープンウェアフェスティバルで開催される春と秋の市は、3つの青年会が共同で組織している。 この地域には多くの近郊保養地がある。例えば、ヘレンタールがそうで、ここでは復活祭前日にあやワルコンズという古くから伝統の習慣がある。内ラ市内にはミニゴルフ場、屋外温水プール、スケートパークがあり、フロッシュグリュン公園では、夏季の日曜日には公営の乗車可能なミニ鉄道が設置される。コンサート、展覧会。 舞台演劇などもフォーラムナイラの主催により、しばしば開催されている。また、フランケンベクという遊歩道がナイラを通って伸びている。ヘレンタール保養地のバーとしてベンには、サウナ施設やギャンブル場を備えた温泉がある。ナイラのデプラシュテ建築やシュバルツェンバッハムバルトでは、スキーの格好やスノーボードを楽しむことができる。この他に、ナイラの周辺地域には、 多くのスキーの距離競技施設や遊歩道が整備されている。19世紀の終わりにナイラに設けられたフランケンバルト協会の事務所ではさらに多くの情報を入手することができる。ナイラには多くのスポーツクラブがあるが FSV ナイラがその最大のものである。このクラブは栄光ある伝統を持つが現在は豊富軍クラス2に甘んじている。他には卓球、 テニス、空手、キックボクシング、サッカー、ハンドボール、カンフー、モータースポーツ、ボーリング、スポーツ射撃、弓、ダーツ、陸上競技、トライアスロンなどのクラブがある。キリストの変容教会マルクト広場に面したルッター派の教区教会とローマカトリックのキリストの変容教会の他に、エホバの証人の集会所やメソジスト教会、新シト教会などがある。 この他にも、キリスト教青年会の休日の家、ランデスカークリーチゲマインシャフトや、クレイズブリューダーシャフトなどが存在する。ナイラは、バイエルンのルター派教会の教区監督の所在地で、あると同時に、カトリックの首席司祭の所在地でもある。福音派のナイラ教区は、かつてのナイラ軍の範囲に相当する。ありがとうございます。